こういう状態が芽が出てない状態ですよね、はい、なんか枯れた松みたいに見えるんだよね、うん、それがこうなるわけだから可愛い。これは可愛いと人気な、あんま見たことない、ね、あんまりない、普通の人はあんまりお目にかかる。というわけで温泉小野さん、はい、こんにちは。こんにちは。今日はカラマツ。そうですね、カラマツのね、芽が吹いちゃったんでね、ちょっと焦ってるんですけれども、はい、いっぱいあるんで寄せ植えをしてみようかな、はい、と思います。寄せ植えはやっぱり二等辺三角形になるように全部同じ高さでやるとおかしいので、はい、高いのと低いのをこの中から選びます、はい、で一番高いのはどれかなっていう、うん、背の高いのを選ぶんですが、やっぱり枝がいっぱいあった方がいいんで、あとあんまり極端に曲がってるのは寄せ植えには向きません。そうですね、素直な木ね。そうするとこんなのとか、うんうん、これ大きい方ですね、はい、この中だとまあ枝が多いということで、これをこっち置いて、はい、それとあと中くらいのから、うん、ちっちゃいのもあった方がいいですね、うん、ちっちゃいのもないといけないんですよね、うん、これがまあ素直な木でもありますのでね、うんうん、これも小枝が多いかな、こんな感じで、うんうん、今4本1本5本仕立て、中くらいのが難しいんですよ意外とね、寄せ植えは奇数がいいってね、うん、そうですね、高さ見て、うん、これ大きいけどもうちょっと下が長い方がいいな、うん、そうですね、並べてみます、はい、まずこれが決まりでしょ、主木ですかね、うん、そうですね、やっぱこういう方が素直でこう横にいってるから、これもう一本がねちょっとこれ大きい、これ大きいね、もうちょっとちっちゃいのあるかな、ちっちゃいですかね、切っちゃいますからね、ある程度ね、これを使って寄せ植えを作ってみます、はい、あ、一回ほどいてみないとね、高さ決めとか分かりにくいので、枝も切るのはほどいてからにしましょう、はい、これ植わってるのはね、エゾズナです。エゾズナ、要するに北海道のね、うーん、寒いところだけなんですか。そうですね、カラマツは高山植物ですね、松でもね、だから関東で育てるには真夏の38度超えが一番きついんですよね、蒸れますから結構根がありますよね、うん、これ未生の山取りなのか種まいたのかちょっとあれですけど、でもこの曲がりとこの根っこの感じからするともしかしたら山取りなのかもしれない、うん、洗ってみます。はい、洗いました。ありました。でね、これがね、根っこ長いでしょ、だからとりあえず切りますよ、このくらいかな。で枝ね、これ長すぎんですよ、寄せ植えの時絡みますから短めにします。何目残してみたいな、うーん、まあ感覚ですけど、ほらこれ長いじゃないですか、はい、ね、ごま全体回しながら、うん、ちょっと長いかなっていうところをできますね。で、まあ一番てっぺんのあれなんであんま上切れないんでね、うん、こんなくらいかな、これ一番長いやつ、これ長いかな、でもこのくらいあった方がてっぺんはいい、はい、一応これをつけときますね。で2番目の背の高いのが意外とないの、うん、同じなんですね、この3本、うん、4本がね、これかな、これでいきますか、太いからね。エゾマツはね、本当にね、暑いとね痛まっちゃうんで、うちなんかだとやっぱあの半日陰に置きますよ、夏は。じゃないとカンカン照りの38度っていうのは埼玉暑いですからね、焼けちゃってどうしようもないんですよ、うん、枯れはしないんですけど葉っぱが茶色くなっちゃう。なるほど、主木に対してちょっと低めに、ちょっとね、ちょっと低めに、うん、ちょっと低くなるでしょ、うん、そしたらその次がこれかな、うん、5本だから大変です、急ぎましょう、洗っちゃった方が早いですけど、これは伸びますね、伸びてますね、うん、いらないですね、この二股はね、で上長いから、はい、てっぺんを作りましょうかね、うん、この高さに合わせる、なんか枝の出方雑巾みたいな、
上に向かって出る感じなんですか。そうですね。あ、松とはいえね、名前は松だけど完全にこれ松じゃないでしょうって思いますけどね。ね、葉っぱがね松みたいだからから松って言うんでしょう。松ではあるんですね。いや私は松じゃないと思います。日陰の松なんていうのは確かに。あとでカラマツは何かであるか、Q さん調べてください。わかりました。というか売ってないのが、売ってるの見たことない。売ってないんですよ。山鳥でね、太いやつ、もう10年クラスのやつたまにね手に入れますけど、それは枯れないですよ。やっぱりでこのサイズだと、まあ未生で3年生ぐらいですか、はい、まだちょっと暑いのに慣れてないとはないかなと思いますけどね。これはこんなとこから根っこが出てました。ずいぶん深いのね。これいらないでしょ、これ。これあったら無理だ。これ取っちゃいます。根っこなくなっちゃった。だんだんちっちゃくなるんで、枝も短めにしてきます。はい、これはあの同じ長さでやっていくとおかしいですよね。松じゃないとすると松ぼっくりはできないってこと？どうなんでしょうね。私もそんな古い木を、見たことがないんで。今調べてみますか。松か、カラマツ属。やっぱり松かなんだ。落葉針葉樹。松かなんですか、これ。唯一の落葉樹。落葉樹。松の中では。落葉松と書くこともある。カラマツって漢字で落葉松って書きますよ。それでカラマツって読みます。紅葉もしますね。そうです、真っ赤になりますよ。綺麗ですよ、赤いのは。ちょっと低い方がかっこいいかな。そしたらこれ長すぎる。全体にもっと小さめにしちゃいましょう。詰めていく感じですね。そうそう、全体を詰めていって、その身長に合わせる感じ、うん、これで、これとの差が歴然と出るわけで、うん、でこれとこれが少し出てるでしょ。 OK ですね。問題はこれがね、太いんだよね、こっちの方がね。今ほら、吹いてないからわからないかもしれない。こっち吹いちゃってるからね、あれですけどね。じゃあこれをどういう風にするかだけど、鉢ですね。ちょっとね、この鉢に入るかなって感じだよね、うん、一応、これはあの出来合いのね、クラマ風のお皿ですけど、こっちの方がちょっと大きいかな、大きい方がいいですよね。もう一回り大きい方がやりやすいんですが、まず並べてみましょう。こう、こう、こうね。こう、こう。どうか ?3 本、うん、?3 本の2本入れたいけど、ちょっと鉢ちっちゃいんですよ、これ。ああ、でも見えますね、なんか。こう。ちっちゃい木はね、バックだから。今どっち正面で見てます？そっち、そっち正面。そっち正面で置いてみました。はい、こんな感じなのかな。木の正面はともかく、位置は、こんな感じ、うん、もうちょっとこれが下がるわけですね、うん、ね、と大体配分的にはこう、こっちが大きくてこうなるわけですね、うん、これをやるのが大変なんですよ。そうですね、はい、めんどくさいというか、はい、めんどくさいんですよ、できるかな。久しぶりです。久しぶり久しぶりなんですよ、これを。だからカラマツではあんまり やるのは初めてです。あ、本当ですか。初めてです。だから自分の方に向けないと正面がわからないので、でもやっぱこっちですね、流れから行くとこう、うん、でもこっち枝ないんで、本当はこっちが後ろになるのかな。これとこれをくっつけなくちゃいけない。こっち前でしょ、だからこうだな。枝の向きだね。寄せ植えの場合、正面に枝がこの幹の形で決めるから、うん、この場合こっち裏になるんだと思うんだけど、これできないのでこうでしょ、はい、そうするとこうやった時に前の枝が邪魔なんですよね、わ、うん、かる。こっちが前に来るから、だからこの場合これを取っちゃうといけない、全部取っちゃうか。この場合全部取っちゃうと、さっぱりしたですね。なくなっちゃいました。なくなり、前枝を切ったんですね、今。そう、前がね、うん、さっきは適当に短くしたんですよ、うん、でも今度くっつけるときに、あの前に枝があんまりあるとおかしいのでね、はい、でこれで縛ります。ラファイア、ラファイアです。これあのアルミ線使うと後から取るのがすっごい大変なんですけど、うん、ラファイアだと半年ぐらいで腐るかな、はい、1年は持たないと思うので、ラファイアはね、こんな感じでね、はい、でこれくっつきすぎてるのは後から土入れたりして離すことはできますので、うん、ある程度こうしっかりと持った方がいいの で、あと1本ね、1本はバッグに置くわけですから、
ところがこれこっち曲がってるでしょ。難しい。3本目の位置がこの根っこが邪魔邪魔邪魔ふにゃってなってる、ね、うん、邪魔邪魔だけど、逆にこっちの方がいい、素直だから、うん、こっちの方が楽ですね。これをこう、これをちょっとこう出すような形で、はい、でここでまた根っことね、こう難しいぞ、ここは。リセットで差し込む。根の間に入れてるんですね。そうですね。上に出ちゃうとおかしいじゃないですか。だからこう、縫い物してるみたいな感じ。こうやって。で、とりあえずここで一回結んどいて、ぎゅーって結んどいて、で、反対側でも一回結びますけど。で、今度こっちで、こっち引っ張って、うん、今度反対側で、今度こっちの木と結びます。ハワイは便利ですよね。便利ですね、うん、私は結構使います。売ってないのあんまりね。あ、そうですか。小売りっていうか、うん、束では売ってますけど、こんないっぱいいらないよって思うと思いますよ。なるほど。よいしょ。この中で結んでからもう一回こう向きを少し変えるとかできますので、はい、まあこれはこれで置いときましょう、うん、はい、こっちができたでしょ、はい、したら今度こっちね。で、木綿の糸でも代用できますね。うん、糸でも、ね、大丈夫だけど結びづらいの、糸確かに細すぎて、うん、タコ糸とかがいいのかな。タコ糸ね、タコ糸でちょっとやったことない。ちょっと曲がりすぎの嫌いがあるな。これ自体だとこうかっこいいんですよ。そうかな、うん、だけどこれ曲がりすぎてるから、ここに寄せるとなるとこっちにくっついちゃう、うん、こういう風に向き逆じゃダメなのか。こっちこっちをこっちに、あ、じゃなくてこうじゃダメですか。これだと外に行きすぎませんかね。おかしくない、うん、なんか気になりますね。気になるよね、うん、1本持ってきましょう。しょうがないから別の木に、うん、曲がりすぎですこれ、うん、どうだ、まっすぐです。これでしましょう、うん、あれさっきと木が変わったぞ。そうですね。ちょっと太いかな、太いかな。値上がりになりやすいんですかね。そうね、うん、だから山取りかなってちょっと思ったんですよね、うん、未生にしてはね、バカにね、曲があるの、うん、根っこに種まいたんじゃなくて山から取ってきたのっていう感じではありますね、うん、あの唐松林の下に行くと結構生えてるじゃないですか、うん、ちょっといいですか、ね、はい、これにつけてですね、はい、ここで決まりです。やっぱりグループ作っていくような感じですか。そうですね、1グループ2グループってやんないと、あの寄せ植えの場合ね、全部いっぺんに寄せるのはそう至難の業でありますし、ね、少し間開けた方が林の空間があっていいと思いますよ、うん、ベタ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 って等間隔でやると、う、ね、うん、ちょっと高原の雰囲気じゃないし、うん、ブロックを作っていくっていう感じですかね。そうですね、手振りでこんなことしました。忙しくてなかなか寄せ植えはね、うん、もみじなんかね時々ありますけど、初めてだ。よし、これがこっち来るから、こっち来るとこうか、こうこうか、こんな感じになるかな。なんか良さそう。こっから先が大変なんです。そうなんです、大変なんです。毛と土使いますよ。はい、これはあのうちで配合した毛と土です、うん、どういう方がいいかな。お、お、入らない。はい、止まり、止まりましたね。キリュウズナを、キリュウズナ、キリュウズナを混ぜます。さっきの赤玉にキリュウズナ多めに、半々ぐらい。そうですね、エゾズナで植わってたんで、すごく、なんていうんですか、もう砂に生きてるような植物なんですね。で、これに、こっちも切るの、細かい方にこう乗せまして。赤玉のが保湿が優れてて、切るのが水はけがいい。そうですね、ですね。私も、その赤松について詳しくはないんですが、植わってる土を見て、の方がいいのかなって思った。あの軽井沢なんかほら噴火したところの山に生えてるじゃないですか、はいはい、だからそうかなみたいな。なるほど。肥沃な土地では育たないぞみたいな。これは、毛と土に赤玉土と、はい、それから水苔を混ぜて
よく練ってありますが、はい、さらにこう練って、これはね、壁を作るんですよね。こういう感じですか。壁。後から張るんじゃなくて、土手を作って中に土を入れると、全部これでやったら枯れちゃいますからね。苔玉ならともかくね、松ですからね。結構湧く。狭そうですね、その中にここ入れるって感じ。そうですよ、大変なんですよ、だから。大変ですよ。まあでも商品ですからね、だいぶちっちゃくはなってますしね、うん、これ難しいんですよ。粗いの入れるでしょ、はい、ほら、ね、それでここにマグを少し入れるでしょ。問題は入るかってことなんですよ。ここで根っこを少し整理しないと多分入らないんで、この位置ですね、この位置で、ここはもうちょっと話しますけど、はい、とりあえず根っこ止めちゃわないと抜けてしまいますので、うん、木が抑えられない、うん、よっよっ。寄せ植えはこうやって思い通りに配置するのが結構大変ですよね。そうなんですよね。やってるうちずれちゃうの。そうそうそうえみたいな感じになりますよね。よくね、もうちょっと大きいのだと割り箸でこう枠作ってみたいな。うん、やってますね。3本あるから3本、3本止めしましょうね。とりあえずやってからの、やってからのお直し。直根がありますね、ここにね。よいしょ。だいぶ土手が崩れた。この場合、ちょっと後ろなんだよね、こっちの方が。まっすぐじゃなくて、はい、こっちが前で、こっちが後ろになるんですよ。風景の、こっちが前に生えてる木で、こっちが後ろに生えてる木ですから、わかりますか？だから。あと小さいのが後ろにあった方が、なんか奥行き出るんですかね。そう、奥行き出すためにね、うん。前に生えてる木の方が大きいんです。だから、ちょっと後ろに下げます。主木を前にすることが多いですよね。うん、そうです。かわいそう。まあ、あとは土を入れながら方向を決めていくってことでね、はい、もうちょっと洗いの入れましょうね、はい、水が張っていいよ。お客さんでもなんか一個の木を何本かかって寄せ植えにしようみたいな。ああ。どう言いますか。まずね、うん、いっぱいいますよ。モミジとかが多いですかね。そういや、モミジも多いですけどね。このカラマツうちにクレからあったんで、もうやってる人が 2,3 人いますよ。やっぱカラマツ寄せ植えの方が高原の雰囲気が出るからっていう。ただね、ほら寄せるとね。調子によっては枯れることあるんだよね、1本とか。だからそこのとこね、後から足せるかなみたいなのはあったね。それはあった。そしたら石でも置いたらどうだいみたいな。苗木がほら、手に入んないから、そうね、追加ができないね、なかなか。これ小野さん以外で見ないもんな。あ、じゃあ来年入るかもわかんない。わかんない。だってカラマツを仕入れたのは 2,3 年ぶりです。3年ぶりぐらい。大量に売ってないんですよね。少しは売ってることはあるんだけど、箱でね、100本単位で買うんで、うち。売ってる地域もあるんですかね、やっぱ。だからあるんじゃないですか、うん、持ってこないんですよね。扱ってるのは山荘屋さんですか。山荘屋さん、山荘屋さん行くとある。やっぱ山荘屋さんって関東の方にあんまなくて、ほとんどが山の方にありますからね、はい、で、あとね、これね、塞ぐんです、これでね、はい水で濡らさないとダメですね。あんまり濡らすとね、水つけちゃってもいいんですけど、毛土土がぐっちゃぐちゃになって張りにくいの、それやると、うん、だから張りやすい程度に濡らして、別に蓋しなくてもいいんじゃないかなって時々思うんですけど、少しでもなんかちょっと開けとかないと水が、うん、そうそうそう、ね、だから蓋って全面じゃなくてね、この辺ちょっとむ難しいかなっていう。土が流れないよね、流れないよね、流れないようにっていうあれでやります。苔張りやすいんですね、毛の土は。ここがやっぱこの辺が一番流れちゃうかな。
このくらいかな。なもんでしょうかね。これがここのところに。まあ、それで隙間作ってくるんですか。岸みたいにして。ギュって突っ込む。私はね。固定されるし。確かに。ただね、柔らかいとね、固定されないんで、少し赤玉の硬いを入れて。こうでしょ。どう開いたでしょ。開きました。開いたでしょ。これは大丈夫みたいだね。これ本当は後ろに来るはずだったんですけどね、来ないんですよ横並びになっちゃった。あんまり悩むとぐちゃぐちゃになっちゃうんでね、諦め感じです。はい、でこれを水に下から吸わせないといけない。土の量少ないからね。あとは苔で、はい、手で直しましょう。おー、すごい。これ薄いわ。剥がれませんもん。根っこに完全に絡んでいた。アジサイの根っこ切っちゃいました。こういう苔ベタっては腫れるんですけどね、色気がねちょっと派手すぎますよ、うん。あれも乗っけようか。色違い、色違い、色違いがあるんですけど、銀苔は水やったら戻ったんですよ、はい。銀苔をここに入れよう。色が違いすぎるでしょう。中身はね、混ざってた方が綺麗なんだけどね、うん。今の時期はこのぐらいでも活着しますからね、うん。青いとこだけ、青いとこだけ、はい、中央。これ長すぎるかな、切る。あ、ちょっと、まあ、ちょっと長いかな、ね、ちょっと長いね、これじゃないかな、この部分だけ。えい、こんな感じで、こう、うん、風、花松林、はい、はい、うん、いいじゃないですか、かわいい。来ました、うん、花松林。まあこれで夏が乗り越えられれば風格も出るんですよ。なるほど。問題は夏を乗り越えられるか。花松のこの後の仕事みたいな、あの伸びますから、はい、葉っぱがねこう開くだけじゃなくて、これが伸びるの、ちゃんと枝で、はいはいはい、要するにこういう風になるわけ。ほうほうほう。これはそうなんですよね。ビューって伸びるんですよ。伸びたらこっちとこっちにこうやって、やっぱりこういう風にね、わかるかな、こういう風になるわけ、伸びたら、はいはいはい、なんでビューって伸びてきて、先端の間が空いて木になったところにもた、うん、こう出るから、あの切ります。ほっとくとね、うん、このくらい伸びるよ。うーん、それぞれが1シーズンで、はあ、そうそう、夏までにこれが元気と1個ずつがこのくらい伸びちゃう、はあ、だから真ん中で切ります。うん、そうすると切ると脇に芽が出ますから、うんうん、それはね、切るのはね、うちは6月ぐらいに切ったかな、6月ぐらい、うん、それまで伸びてればね。で、あんま遅く切るとこう、これが出ないからね、この子供が。じゃあハサミで作っていく感じ。そうですね、いいですか、うん、これ、うん、針金で枝曲げたら自然の雰囲気がちょっと出ないかもしれないね。一本木の場合もっと曲げられますから、例えば、うん、こういう木の場合もっと曲げれますから、こう、うん、そしたらこう曲げて、うん、これ曲げて、うん、こうでしょ、ほらそれぞれ曲げられますから、うん、そうすると普通の松と同じ感覚に曲げれますけどね。この場合枝に針金かけると自然な感じがなくなっちゃうから、よっぽど変な枝が出たら引っ張るとか、なるほど、こう修正はしますけれども、自然のままでいいんじゃないですか。これはこれで一本木の場合は曲げます。うんと曲がるからここまでぐーっと曲げて、こう曲げて、こう曲げて、いわゆる松でやるような目切りとか目切りではないですね。図書に近いんじゃないですか。図書、図書はビューって伸びて葉っぱがバーッとある状態で伸びるんですけど、はいはい、真ん中辺で切るとその下に芽がポッ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 って出ますから、うん、それと同じで目切りっていうのはないです、松の。なんかやっぱ面白いです、種類ですね。
から松長いか。どこも気になるんだよね。ここ長いような気がする。私もちょっと思いましたね、さっき。はい、はい、これで完成。これも長いか、これいらないか。ここ切ったんで、これ切れます。そうですね、え、完成、はい、完成。今度こそ。そう、作ってからね、やっぱり考えますよね。綺麗だね、うん、入れないといいね。夏が注意するところですね。暑さに弱いから。そうです、そうです。真夏さえ乗り越えれば別にそんな難しい気じゃない、うん、だからバサバサになるから時々切るぐらいで、はい、欲しい人はお祭りですか。苗木は今ちょうど芽が出たんで、グリーンクラブの常設売店に9日に持ってってドンと置きますので、うん、ね、1本800円。1本800円、うん、ああいいですね。ポットのまんま、ポットのまんま、うん、だから寄せ植えしたい人はしてください。1本木で作りたい人は1本木にすればいいし、はい、うん、でうちで植え替えますね。半分は、半分は、半分は植え替えていろんなの作って、それ、うん、販売は3月17日からの桜祭りっていうお山のイベントの西郷さんの広場で、うちが桜を売りに行きますので、その時に一緒にいろんな桜だけじゃなくて松でも金箔でも山野草でも売るんですけど、その中にカラマツの盆栽一本立ちも寄せ植えも、うん、綺麗なんで一緒に販売します。わかりました。じゃあそんなところ、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。しだれ桜、しだれ桜、こうなってますから、うん、もうしだれてんのにまだしだらすの。こう、ね、分かりづらいと思ってる。こうなってるんですね、ほら。これだとダメでしょ。それ分けてんだ。そう、そう、開かして。暑い。寒かったのにね、あんなに午前中、ね、こうも変わりますか。桜祭りで売るんですか。桜祭りで売ります。上野公園で、はい、17日から3月17日からやってるそうです。2週間ぐらいですかね。2週間ぐらい、だいたい旦那さんが行ってる。そうです、感じらしい。はい、来てください。よろしくお願いします。お願いします。